アビゲール・ウィリアムズは13植民地時代のアメリカで起こったセーラーム魔女裁判の最初の告発者の一人で魔術師の疑いを持たれた150人以上の逮捕と投獄に関与した女性である。アビゲールと10枚のベティ・パリスは1692年と1693年のセーラーム魔女裁判の最初の告発者だった。アビゲールは当時12歳だった。彼女は襲撃で ネイティブアメリカに両親を殺害された後、おじ、サミュエル・パリスとセーラムに住んでいた。目撃者である牧師のディオーダット・ローソンによると、アビゲールとベティは腕を激しくバタつかせ、部屋の周りを走り、椅子の下で泳いで煙突を登ろうとしていた。アビゲールの体は明らかに不可能な位置に曲がったと主張されている。これは、セーラムの村人の多くを驚かせた。 地方の牧師であったサミエル・パリスは、これらの苦しみが医学的なものかどうかを判断するため医者を呼ぶことにした。医師のウィリアム・グリグスは、この二人の少女の行動を理解することが困難だった。彼は、これが医学的な問題ではないと確信し、これは魔術であると示唆した。キキューバという名前のパリスの奴隷の一人は、ライ麦と苦しんでいる少女らの尿を混合した。 魔女のケーキを焼いて犬に与えるように求められた。その理論はアビゲールとベティが魔術をかけられたとしたら犬が同様の症状を呈し魔術が実際に行われたことを証明するという理論だった。アビゲールとベティの主張のために告発され20人が死亡した。1692年2月29日に3人の女性サラグッド、サラオズボーン。 さらにキトゥーバ自身が魔女の疑いで逮捕された。彼女らはすべて有罪判決を受けたが、自白したのはキトゥーバだけだった。サラ・グッドは公主刑となり、サラ・オーズボーンは刑務所で死亡した。キトゥーバはサミュエル・パリス牧師が解放のための対価を支払った一年後、刑務所から釈放された。アビゲールとベティの告発はセーラムや近隣の村に急速に広がり、 1692年から1693年の間に多くの人々が投獄され、19人が死亡した。1692年以降、アビゲールは文書による記録から消え、魔女裁判後に歴史家が彼女の人生について知ることは不可能になった。1697年頃に死去したという説もあるが、確定には至っていない。1976年、 リンダー・アール・キャボラエルは、これらの奇妙な症状が、心菌に感染したライムギの摂取によって発生する、爆発中毒によって引き起こされたという仮説を立てた。この説は広く受け入れられていない。アビゲール・ウィリアムズは、多くの人を、魔術の重大な被告にしたが、裁判のうち八つにしか参加しておらず、1692年6月3日に、最後の証言をして、以降、途中で消えた。 魔女裁判が終わった後に何が起こったのかを示す確かな記録はない。アビゲールは特にレベッカナースの逮捕に直接的に関与している。サミュエル・パリスによって記された1692年3月24日の尋問記録によるとアビゲールはジョン・ホーソーンに対しレベッカナースに危害を加えられたと証言した。また尋問中にナースが首を傾けると 告発者の一人であるエリザベス・ハバードが首を同じ、向きに傾かせた。その時アビゲールは、ナースさんの首をまっすぐにしないとこの子の首が折れちゃう、と叫んだ。裁判以外でも、アビゲール・ウィリアムズの寄稿が記録されている。彼女は3月11日の重要な断食の日に、祈りを捧げるために集まった男女の前で金切り声を、上げて跳ね回り、彼らを混乱に陥れた。 また、ディオーダット・ローソンによると、アビゲイルは3月20日に、3美歌の歌唱が終わると彼に、立ち上がって好きな句を選んで、読みなさいと語りかけてきたという。彼がそれを読むと、なんて長いの、と言い、午後には彼の説教に対して、あなたの説教なんて知るものか。何を言っているのか知らないけど、馬の耳に念仏だと言ったという。マリオンイエル・スターキーが、 訴訟手続きの際にアビゲール・ウィリアムズが見せた態度から類推した彼女の人物像によるとアビゲールは気が強く大人しくて何でもすぐに信じ込む質のベティを従わせる傾向のある性格だった。牧師であるおじからベティと共にこの時代特有のカルバン主義の非常に厳しいしつけを叩き込まれはしたが、 自分が嫌いな地獄落ち等のことは他人に降りかかるものだと無意識に信じていた。時には悪魔の話におじゅけづいたりもしたが、好奇心旺盛で本気で怖がるべきと対照的に身を乗り出して話を聞いた。ありがとうございます。